クラシック名曲の、まあ、初級と言われるものの中からスピンドラー作曲のラッパ手かな、ラッパ手のセレナードという曲を初見でおととりしてみたいと思います。ラッパ吹きの曲だからパンとした音が出るってことなのかな。ちょっとね、聞いたことも弾いたこともないのでやってみたいと思います。波長調 1,2,3,4,4 クロー、あー3人慌てずにゆっくりね。なるほど、音ね、しっかり、この 3,2,1 苦手、同じ指で連打しちゃう、怒られるね、これやりにくいんだよね。パキッとした音出すにはね、難しいもんね、音の、あの指の入れ方ね、気をつけないと手入れ、あの力入れすぎると指先痛くなるしね。まあ練習ですよね。弾けてないけどね。というわけで、スピンドラー作曲のラッパ手のかな、セレナードでした。